双極線関数、数学において双極線関数、双極線化、無数とは三角関数と類似の関数で標準形の双極線を媒介変数表示するときなどに現れる。三角関数は単位演習を用いて定義することができる。単位演習上の点 A、コサインシータ、新シ,シータと X 軸上の点 B、1、0、原点 O を考える。 線分 AO、母と子 AB によって囲まれた領域の面積は θ2 である。この性質を用いて逆に三角関数を定義することもできる。すなわち単位円周上の点 A と X 軸上の点 B1、0を取り、線分 AO、母と子 AB によって囲まれた領域の面積が θ2 であるとき、A の座標を コサインシータ、シンシータとして、三角関数を定義することができる。単位円の定義式はであり、標準形の双極線の定義式は、Y の符号を変えただけのである。単位円の面積で三角関数を定義したのと、同じように、双極線を用いて、双極線関数を定義することができる。標準形の双極線上の点、A と X 軸上の点、B、1。 例をとり、線分 AO5 と双極線の囲む領域の面積が θ2 であるとき、A の座標をコッシュ θ シ、真値 θ として、双極線関数、コッシュ、真値が定義される。ちなみに、三角関数の定義に現れた θ は、コード法における角度に対応していたが、双極線関数では角度には対応しない。 このように三角関数と双極線関数は非常に似通った関数として定義され、いろいろな場面でその類似性が現れる。定義に双極線を用いる関数を双極線関数と呼ぶことに合わせて、定義に単位円を用いる三角関数のことを円関数、サーキュラーファンクションと呼ぶこともある。双極線関数は指数関数 E を用いてと定義される。 新値、コッシュを、それぞれ、双曲線制限関数、ハイパーバリックサインハイパーボリックサイン、双曲線予限関数、ハイパーバリックコサインハイパーボリックコサインと呼ぶ。他にも三角関数との類似で双曲線整接、余節関数や、双曲線生活、余活関数も定義できる。また、例えばコッシュを、コサインヒップや、フォーミュラ6などと表すこともありコセックは長いので、 CSCH と書くこともある。このように定義された、相極線制限関数、相極線予言関数、相極線性説関数、相極線予説関数、相極線生活関数、相極線予活関数を総称して、相極線関数という。指数関数 E は X を複素変数に拡張できるので、指数関数で定義されている。 双曲線関数自体も X を複素変数にとっても良い。双曲線関数はいずれも名称が長いため、読むときは省略されて、真値は社員あるいは真値、コッシュはコッシュあるいはコシャインとも読まれる。指数関数を玉関数の部分と基関数の部分に分けたときとなり、玉関数部分がコッシュ X で、基関数部分が真値 X であることがわかる。また、 コッシュ X、ンチ X は、双極線、XY、イコール一乗の点であり、三角関数の場合と同様に次の加法定理が、成立する。したがって、シンチ X と、コッシュ X はいずれも2回の、線形微分方程式。双極線関数は以下に示す無限定積に、展開される。証明、複素変数で定義された三角関数と、 双極線関数を比べてみるとという関係にある。これは、それぞれの指数関数による表現を比べてもわかるし、テーラー展開を比べてもわかる。双極線関数が指数関数で表せるように、その逆関数である逆双極線関数は対数関数を用いて表示することができる。等式、x イコール真値 y や x イコールコッシュ y などを考えれば、 これらは E に関する二次方程式であるから解くことができて、次の表示を得る。逆関数、真値、コッシュなどはそれぞれエリアシンヒップ、エリアコサインヒップ、エリアは面積の意、e、もしくは、それを略して AR 真値、AR コッシュと書いたり、逆三角関数と同様にアークスイン、アークコッシュなどと書いたりすることもある。このことから、 1x を含む有利関数の原子関数を求めるために、x イコールシントンなどと三角関数を用いた地間積分を考えると有用ううである場合が多いのと、同様に x プラス1を含む有利関数の積分に双極線関数を用いた地間積分を考えることは有用であることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。